こっち、あの三角帽子の子たち多分悪者じゃないと思うんだけど、逃げ散らかしてどこに行ったんだろう。多分あの化け物またいそう。されてる。え、こっち何？こっちも行ける。え、それ何？あ、これ合っていいのかな。えい、ずっとここにいる？それとも一定時間経ったら戻ってくる？あ、戻ってくるな。ずっと行き来する感じ？猿の人形で遊んでる。中身は子供なのか。気づいたらここに入ればいいかな。待って、あ、声した。え、来る？手突っ込んでくるかと思った。怖い。まだ来てない、まだ来てない。ダメだ、立っちゃうと気づくみたい。こっち上がる場所ないよ。こそこそ話で喋っちゃう。え、やばい、チャプター2にして怖すぎる。チラッと見た感じ5あるんだよ、チャプターが5。これのスピードでレベル上がってくってことでしょ。怖さの無理かも。やばい、サメに気を取られて、やばい、すぐバレる。早く行って、早く行って、口の中がカラカラになるんだけど。ダメじゃん、ダメじゃん。え、猿に気取られてくれないの。やばい、急いで、急いで、急いでよ。すいません、めちゃめちゃやったんですけど、わからないのと心が折れそうなので攻略を見ました。ちょっと攻略を見てもね、やれるかわかんない。ちょっともうね、恐怖心がすごくて、なんかね、向こうにある木箱を動かしたらいけるらしいんだけど、向こうの部屋までそもそも行けないの。そんなに集中してくれてる？それとも向こうの部屋じゃない？ここに隠れてれば行ける？行けるの？めっちゃ隠れられてはいるぞ。気づく？早く向こう行ってくんないかな。早くもこう行ってくんないかな。怖いんですよ、後ろ姿だけでも恐怖心煽る。すごいと思います。お化け屋敷で超有名になれると思います。 SNS とかやったらいいと思います。1ヶ月とかで1万人とか行くと思います。ちょっと行ってくれませんかね、どっかお願いなんですけど。え、ずっといる、もしかしてここに。それはやばい。これもしかしてハイハイしてる間気づかれないってこと？でしょ？ほら、ね、猿の人形で気を引けって書いてあった。猿の人形で気を引く？どこに向かって？え、どうやって投げるんだっけ？投げ方忘れちゃった。今ならいける、今ならいける、今ならいける、今ならいける。もう緊張しすぎて無言になった。早く引いて。違う、なんか引かなきゃいけないんだって。引けないんだけど、あ、登るのか。落とした、バカ者、落とした。え、どうしたらいいの。え、その後どうだ。あ、動かすのね、わかった。で、もう行けばいい、もう行っていい、もう行っていい。頑張った。やばい、本当に怖いと何も喋れなくなるんだけど。はあ、怖い。とりあえず、とりあえず出よう。あ、怖い、落下すら怖い。早く行こう、しゃがみ方忘れる。ロクちゃん頑張って、今のはすごい頑張った。え、何今の音。え、なんか今一瞬上からベチャッと来なかった？気のせい？え、気のせい？フック、
あ、別に大したことない。え、何これ。え、なんか一瞬すごい人影見えたんだけど、怖すぎて幻覚見ただけ。本当に怖い。だいぶ怖い。ダメっぽい。じゃ行く、行っていいのかしら。チャプターにはそろそろ終盤、終盤だってほしい。あー、やばい、その落とし方やばい。すぐ人が気づく、すぐ人が気づく、ね、すぐ人が気づく。やっぱ隠れて、あ、もう無理だね、隠れられないね。あ、隠れた、隠れた、隠れてる、隠れてる。やばい、何してる、やばい、隠れられてない、お尻が出てそう。ダメかも、ダメでした。何なの、一瞬あそこに隠れるの待ってたんだろうね。待って、あそこの部屋からちゃったら終わるぞ。違うよね、さすがに。あ、大丈夫。あ、もう直近、あのモンスターが出てくるところはすぐ前から始まってくれるんだね。なかった。もうここをさ、もうちょっとゆっくり押せればよかったんだよ。そういうことになるからさ、そうなっちゃう。どこにいる。え、なんかね、今全く動かせない。この音の間は動けんってこと。あ、ダメですね。押したらそのまま一回ダッシュし、で奥から入る、奥から入ればなんとかなる、多分奥からここに入って、はい、帰って、そう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 。で多分変な音が途中で鳴るの、みんな。あ、そうそう、今なんで一瞬なの、なんなの。思いっきりダッシュしてみて、次の景色を見て。あ、無理ですね、多分これダッシュしても。隠れて。ダメだ。最後まで行ってみよう。ちょ、キャッチ。あ、行けてる。張ってる間は気づかないのかも。張ってる間に。ついてはない、ここら辺で、そうそうそう、今また無理じゃん、またワン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 って言ってる時にやろう。オッケー、まだまだ距離感がから、ここら辺だったらいける。せーの、次こそ。しゃがんで、ダッシュ、来る来る、やばい、来てる来てる。解説プレイに行きましょう。まずは猛ダッシュで、猛ダッシュです、とにかく猛ダッシュで、気づかれない、ここでしゃがむ。 OK、 で静かに近づき、手頃の靴を1個拝借します。 OK、 そうそう、とってもいいです、あんまり鼻を近づけないようにね。そしてわーんってやってるうちに立って、ここら辺だったら当たる、多分。せーの、いけ、よしよし、手頃ちりって。もう気づいてるな、これ間に合うのかな、ダッシュで。で、さっき手前に来すぎちゃったからね、また行き過ぎてるんだって。え、ダメなの。命は何度でもある、何度でも蘇るんだから。張ってる今。え、気づいてるくない、無理くない。なんでだよ。電気をつけよう、そしたら足元がよく見える。丸つけて、 OK で走る。あ、でも今いいスタート切れてる。で、中に入るんじゃない、入るの。え、隠れて、隠れて、せめて隠れて。なんで、なんでここまで来たのに。よく周りを見よう、ここら辺入れる。ねえ、入れないじゃん。どこに行けばいい、うまく行ってくれ、セーフゾーンに行ってくれ。ここ、ここに行ける、出るじゃん。疲れた、めちゃめちゃ疲れた。ここ来ないよね、さすがに来ないよね。あ、びっくりした、びっくりした、来たのかと思った。あ、本の上登れる、本登れるのか。めっちゃめっちゃ溝落ちが痛いぞ。ここどこ、あ、ゆっくり行こう、とりあえず、とりあえずいない、と
りあえずいないから。心が回復してくれ。登ればいいのか。登ればいいの。ほ、あ、登れる。よしよしよし、すごいな。この子相当軽いんだろうな。え、いける。頑張れよ。せーの、ふっ、掴んで。死んだかと思った。一瞬動かないから死んだかと思った。大丈夫だった。大丈夫なのはいいけど、この上だよね、多分ギシギシ言ってる上に行かなきゃいけないんだろうけど、これ登るの？ほ、うん、あ、こっちに行けた。で、ここ登るとか、また登れる。すごい。はあ、はあ、そういうことね。この上まで行ける？あ、ピアノだ。あ、ろうそくありがたいね。あ、ようやくちょっと人がいなくて、ただのギミックだけの心の落ち着く世界に来た。よし、で、行けるとこある？行け。おし、行け。よし、おー、かっこいい、スパイダーマン。やっぱ本が落ちる。え、怖い。なんでもうやだ。なんでそこら中にいるの？もう私の心が持たないからやめて。やめよう、一回行くのやめよう。こっち行って。なんかこっちになかった、なんかあるよね。これなんか、行けるやつだよね、多分。行けるよね。これ掴めなかったら多分落ちて死ぬんだよね。え、いけない？いけないな、多分。あ、この調子だと私いつまで頑張れるんだ。この不穏な音やめちくれ。本当に無理じゃ。え、どこにいるの？多分すぐ近くいるよね。立ってすぐしゃがんで。え、あ、またあれがある。あれだ、あの、ま、回すやつ。慎重に行って、死なずに行ける。光は見えないのか。匂いだけ。向こうの部屋ってことぽいよね、多分。絶対あのモンスターっぽいのがいるところにいるよね。テナガザルちゃんみたいな。どこいる。どこいる。いや、はしょって出ないで。はしょって出ちゃダメだよ。やばい、スポットライト当たってる、ここやばい。隠れて、ゆっくりね。鼻くんってした音した。え、気づいたね、多分。どうしたらいいの？これは登ればいいんじゃない？そう、多分上までは来ない。 OKOK、 足元気をつけてね、ロクちゃん。あー、そういうことに。下いるわ、猿がいる。この猿をまたおびき出す用だな、多分。え、これここまで手届く？やば、届く。え、あ、もしかしてこの猿を探してるから落としてあげればいいんだわ。えい。あ、気づいた、これ上、気づいた。ロクちゃん気をつけて、今のとこ大丈夫。なぜかわかんないけど、なんか違うところに行った。何か違うところを探してる。猿だけ持っとこう。猿は大事にしよう。猿可愛いから。落とす？せーの、えい！すごい怖いんだけど。何のタイミングで気づくのかがわからないな。
下見てるときは大丈夫ってこと？これに当たらないようにいけばいいのか。落としちゃった。でも下の音を立てたから上だとは思ってないと思う。大丈夫大丈夫大丈夫。えい、やば、上で音立てちゃった。やば、あ、よかったよかった、下の音の方に行ってくれた。いける、下、下の音立てた今私は。下に行ってくれ。あれなんか怪しくない？これじゃない？これから降りれるよ。死んだ？あ、こっちも来るじゃん。これダメだな、もう多分見つかっちゃう。気づいてない？気づいてるね。気づいてないの？気づいてるよね、気づいてるよね。捕まれるよね？捕まれないんだ。捕まれちゃった。もう今ね、夜中だからね、あんまり大きな声出せないの。さっき絶叫したからやばい。え、どこにあるのこれ？相当すごいとこに隠されてない？向こうに行けばいいのか。えい。よし、で、今のうちにこっちで、登る。わかんないけど、こっちに来れば大丈夫。とりあえずどこどこどこにいるの？ここまで来る。持ってきたはいいけど、どうするのこれ。え、ようやく見つけたはいいけどさ、どうしたらいいの？テレビつける？登って行く？え、待って、マックス明るくした。どう？マックス明るくしたぞ。これでいける？何もできることがない。どうしたらいいの？テレビとかつくの？あ、あ、ついた。何これ、どうしたらいい？え、絶対来るでしょ、こんな大きな音したら。え、とりあえずクランク拾ったけど、え、とりあえずこれ拾ったけど大丈夫？気づいてないかな。気づいてないね。よし、間に合ってる。猛ダッシュで。気づかないかな。テレビ見てるだけ？こっち気づかない？気づかなそう。気づいてない。よかったよかった。いや、あれテレビだったんだ。え、どうやって戻ればいいの？こっちだっけ？ここら辺から来たっけ？あ、そうだそうだ、よかった。もう真剣にやりすぎ。早く回して。これ回した音で今度こっちにまた来そう。え、どうなってる？あ、グランドピアノが引き上がってくると、これ多分離した瞬間に、え来てない？来てるね。よし、はあ、やった、よくやったよ、よくやった。来てると思った私、偉い。え、来る？もうとりあえず早く行こう。この穴にはさすがに来れんと分かってる。切り刻まれそう。待って、一個一個のギミックが難しすぎ。これ何？何これ？あ、動け？引っ張れそうじゃない？引っ張れるか。え、これさ、多分直接ロクちゃん当たったら茹でられそうじゃない？多分ね、茹でられると思う。これの上に引いて、そうそう、絶対このはず。よし、で、行くと。神ってる。で、なんかまだいりそうだから持っていこう。そう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 、いらないかな。とりあえず持っていっとこう。とりあえず分かったけど、またあのなんか怖い人がいるところで応用させられ、え、あ、分かった、怖い人がいるところで応用させられると
もう無理かもしれない私は。そしてこっから急いでしょう。床抜けそう。幻想的。床抜けないかな。誰もいない。ここだけちょっとだけ静かな世界。大丈夫かな。怖いな。酸とか降ってきそうだな。でも地下っぽいからつけれる。あのモンスターはいなそう。これ何か狭間。綺麗ですね。手指長いですね。褒めておきますね、うん、こっちに。違うじゃん。右出たら左引っ込むと思うじゃん。どうしたらいいの。それともこの手をかいくぐっていくの。それすごい頑張らなきゃいけなくない。そういうこと。今超頑張った。そして本当にそういうことだった。でまた出てくるよね。絶対出てくるよね。ねネズミさん先に捕まってくれない。もうないかな。もうないね。分かった。ああいうなんか意味深なものは何でもモンスターが出てくるものと思っておけばいい。何でもモンスターが出てくる可能性がいっぱい。そこら中に危険がいっぱい。え無理でしょ。もうここからどうしたら。でも無理だよこんなダッシュで。あ買わせた。え、これどうしたら、この中に入るの。これでいいよ。えらい頑張ってるとか、手よく伸びる。ここまでは来ないでしょ。うわぁ、一発目にしていい場所まで来た。待って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 、やだ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 。もう無理。え、こっから。あ、すごい細かいセーブしてくれるじゃん。どうすればいいの。これ移動しまくればいいの。でこっちにだんだん来るからジャンプで避けて、え帰る。諦めて帰る。それともずっとこれ繰り返す。ずっとこれ繰り返すならこっちに行くってこと。無理だよ。あっ何が正しいの。え、やばい。私の脳みそだとこれ解決できないやつかもしれない。どうしたらいい。どうしたらいい。これどうしたらいいの。動かすとかこれとか、あとはこれぐらいしかなくない。あ、なんかできそう。あ、でもダメだ。わかったぞ。わかったわかったわかった。めっちゃ一個の積んだ項目に何分かかってるの。ようやくわかったぞ。とりあえずこっちに行って、まずこっちから抜けばいいんじゃない。この手が、あの右左手が離れた瞬間に飛んで、これを外していけばいい。外す。よし、行ったぞ。頑張った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 。そしてもう一回登ろう。もう一回一回安全地帯に登ろう。挙動が変わるか。挙動が変わると大変だけど。おお、あ、心がめいってきました。あ、触られちゃう、触られちゃう、危ない危ない危ない、触られちゃう、触られちゃう、危ない、触られちゃう、触られちゃう、触らないで、すぐ引っこ抜く。引っこ抜く、オッケー。引っこ抜けた、引っこ抜けた。やばい、やばい。ちょっと、バカ。引っこ抜いて。はい。はい。から、今ならいける。頑張れ。いけるぞ。やった。死んだぞ、やった。やったぞ。一匹殺したか。大丈夫、もう。触っていい。ダマーとか言って触ろうとしなくてよかった。もう無理。
彼氏、隠れ家トロフィー獲得しました。チャプターに終わった。もう無理かもしれない。どうしよう、あともうちょい頑張るか。